どうもこんにちは、世界的 VIP 玄英です。 iPhone X のようにイヤホンジャックがなくなっている機種って多いじゃないですか。まあ iPhone X の場合はこういったねアダプターが必要になってきます。これを挿してイヤホンを使うんですけども、例えばスマートフォンでタイプ C になってる機種って結構多いじゃないですか。それでイヤホンジャックがなくなってる機種っていうのあるじゃないですか。そういった時にまあこの iPhone もそうですけども、今まで使ってきたイヤホンが使えないっていうのがちょっと心配なところですよね。そういった時はどうしてもアダプターが必要になっていきます。そんな時ですよ、皆さん大好きなダイソーに行きましょう。ということで今回はですね、こちらダイソーで購入しましたイヤホンジャックプラスタイプ C コードということで、なんとタイプ C のですねアダプターが売ってありました。早速開封しましょう。はい、まあコードはね至ってシンプルなんですけども、ちなみに長さは10センチ、こんな感じですね。でここにイヤホンを挿すっていう仕組みになってるんですけども、正直これあるのとないのは全然違ってきます。わざわざですねまあ、ライトニングとかタイプ C 対応のイヤホンに買い替えるのって正直めんどくさいじゃないですか。出費もかさばるしね。だったらアダプターさえあれば今のイヤホン使えるからそっちの方がいいよねということで、しかもこれ100円ですからね、早速ね試していきたいんですけども、僕はねあんまりタイプ C のね機種をねそんなに持ってないので、あんまりね引き合いに出せないんですけども、しかもイヤホンジャックついてるものばっかりだから、例えばまあ、Google のPixel 3とかそうですけど、イヤホンジャックないっすよね。あんな感じのでまあ使えばね、非常にねいいのかなと思うんですけども、今回はですねこちらご用意いたしました、 Xperia XZ ですね。こちらですねまあタイプ C になってるんですけど、まあイヤホンジャックついてるんであれなんですけど、これでね試してみたいと思います。まずはここにですね接続します。はい、そしてですねこのイヤホンをここに挿します。まあこれでね音がねイヤホンにちゃんと聞ければいいんですけど、今回はね YouTube の動画でもね流してみたいと思います。適当に僕のサブチャンネルから流します。はい、わかりますか、音が漏れてるっていうか、そもそもなんかイヤホンから聞こえないんですよ。えって感じですよね。まあ、何回もね、抜き差しとかしたんですけど、なりませんでした。使えませんでしたね。まあ、非常にね、ちょっと残念だったんですけども、まあ、考察してみますけども、まあ、なんで使えなかったんだろうかっていう理由、まあ、はっきりとはわかりませんけど、3.5 ミリのステレオのイヤホンジャックの変換アダプターって、種類がありまして、アナログ型とダック内蔵型っていうのがあるんですよ。この商品100円なので、まあ、アナログ型だと思うんですけど、このアナログ型っていうのは結構対応してない機種が多いんですよ。なので今回僕が持ってる Xperia XZ はダメでした。まあ、もちろんね対応してる機種もあるんですけど、どのスマホが対応してるのかは分かりません僕は。なのでまああれなんですけど、これがですねまあ、ダック内蔵型であれば、まあ、ほぼ全ての機種が対応しているので心配することなく使えると思うんですよ。なのでまあ正直ですね、まあ変換ケーブルをガチで必要な人はですね、まあ、そのダック内蔵型の方がおすすめではありますね。まあ価格的にはまあ数千円で購入できると思いますんでいいと思います。というわけでですね、まあ、ダイソーのイヤホンジャックタイプ C コード、うまくいかなかったんですけども、まあ、絶対に失敗したくないよっていう人は、もう、新しいイヤホンを購入した方がいいかなと思いますね。タイプ C のイヤホンっていう選択肢もありますので、まあ、そちらの方でいろいろと検討してもらえればなという感じで思います。まあ、僕的にはね、いろいろこういうね、面白い検証とか好きなので、あ、使えないんだっていうのも新たな発見なので、まあ、知識としてね、持っておきたいなと思うので、良かったかなという感じに思います。というわけで今回はですねダイソーのイヤホンジャックプラスタイプ C コードを購入しました。購入されたい方は購入するっていう方がいいかなと思います。お疲れ様でした。